動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、今回はまた途中下車しない旅シリーズの一本として、こちら、小湊鉄道の上総中野駅いるんですけれども、この小湊鉄道の途中下車しない旅をお見せします。小湊鉄道なんですけれども、残念ながら集中豪雨の影響で、上総牛久駅から甲府台駅の区間は代行バスによる運行になっています。ちなみに、もう一区間、運休していた区間がありまして、それは里見駅からこちらの上総中野駅までだったんですが、ここから上総牛久駅までの区間は通常運行しているということです。なので今回の動画に関してはちょっと分割しまして、上総中野駅から上総牛久駅までの途中下車しない旅をお見せします。甲府台から五井駅の途中下車しない旅は別の動画としてお見せしますので、まずはこの旅動画から最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきます。今回の旅に関しましても、いすみ鉄道の途中下車しない旅で使用しました、こちらの房総横断記念乗車券を使っていきます。こちらの乗車券の注意事項については、いすみ鉄道の途中下車しない旅の方ですでに説明していますので、そちらをご覧ください。引き続き、こちらの乗車券を使って、今度は小湊鉄道の途中下車しない旅をお見せしたいと思います。
Thank you.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 
お願いします、はい、というわけで上総牛久駅に到着しました。ここから甲府台駅までの区間が運休の状態にあるということなので、20分後に出発するバスに乗って甲府台に向かいます。ということで今回の動画はどうでしたか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。